はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのはプロ野球スピリッツ2015のですね、松坂大輔復活なるかという企画をもとに、プレイと検証の方ですね、していきたいというふうに思っています。メジャーから復帰した松坂ですね、ここまで、残念ながら1軍登板なしということで、未だ2軍調整中というね、状況ではありますけども、まあ、平成の怪物松坂の復活、なくしてプロ野球スピリッツ、リアルプロ野球盛り上がることなしということでですね、ぜひ復活を願って今回、プロ野球スピリッツ上で松坂大輔復活できるかというのをですね、検証していきたいというふうに思っています。まず松坂のデータですね、プロ野球スピリッツ2015上でのデータになっています。今見ていただいている通りですね、ストレートマックスまだ150キロ出ますね。あとはスライダー、カットボール、あとは縦に落ちるカーブですね、シュートにサークルチェンジ、あと最近あまり投げていないようなんですが、フォークボールも持っているという松坂ですね。メジャーに行く前までは本当にストレートとあとフォークボールのイメージが、あとスライダーですかね、イメージすごく強かったんですが、最近ではあのカットボールとか多く投げているようなんですけど、まあ、あの相変わらずストレートはまだ150キロ出るっていうことなので、まずはですね、そのストレートから見ていきたいというふうに思います。やっぱりマックス150キロ出るストレートはかなりあのスピードボールっていう感じはしますね。このプレーはですね、ミドル、球のスピードはミドル、球速ミドルでやってるんですけど、150キロ出てるストレートは結構振り遅れてしまうかなっていうところがあってですね、やっぱり松坂のストレート威力あるなっていう印象ですね。で続いてはですね、カットボールです。メジャーに行ってから結構投げるようになったカットボールで、松坂のカットボールはですね、どちらかっていうと落ちるカットボールですね。特に手元までストレートとそんなにですね変わらない、球威でやってくるので、芯で捉えるのがなかなか難しいボールになってました。で、続いてはシュート。プロ野球スピリッツ上では松坂あまりシュートは投げていなかったんですけど、それゆえにですね、たまにシュートが来ると、全く頭にないボールなんで、バットに当てるのも難しいということで、投げる回数こそ少ないものの非常に効果的なボールでした。ボールに追い込みました。で続いてはスライダーです。 NPB にいた時から松坂はスライダー結構投げてたと思うんですけど、このプロ野球スピリッツ2015上での松坂のスライダーかなり切れてますね。スライダーを待ってても結構手元で曲がってくるので、芯で捉えるのが難しいボールになってましたね。おそらく松坂のウイニングショットの一つになるのかなというふうに思います。で、今度は緩急をつけるカーブですね。このカーブは結構落差とですね、あとストレート150キロ出るんで、そのスピードの緩急もあってかなり、打ちづらいボールになってました。ドロップカーブってなってるように、普通のカーブよりも縦に落ちるカーブですね。そしてサークルチェンジ、このサークルチェンジも、プロ野球スピリッツ上ではあまり投げてこなかったボールなんですけど、シュートと同じくそれゆえに頭にないボールなんで、ちょっとね、バットに当てづらかったですね。
そして、最後の球種がフォーク。メジャーではあまりフォーク投げてなかったようなんですけど、日本にいた時はね、フォークウィニングショットだったと思います。やっぱり落差があってですね、手元でストーンと落ちるようなフォークボールになってますね。最近はフォークを決め球にするような投手もかなり減ってきてるんですけど、松坂フォークどう投げるかというのも、復帰したら見ものですね。で、松坂復帰したらどうなんだっていうとですね、まあ一応先発で行くんじゃないかと言われてますね。今季はちょっと絶望的かと言われてるんですけど、もし松坂が1年間ローテーションを守ったらどうなるかという検証を続いてやってみました。で、今見ていただいているのがですね、実際に、ペナントレースモードで松坂を6番目のローテーションに入れて、1年間ソフトバンクでプレーをしてみた状況ですね。で、優勝はですね、オリックスが優勝してました。で、ソフトバンクは残念ながらですね、4位ということで、まあクライマックスシリーズにも行けなかったんですけど、最終的な結果がですね、松坂、防御率が 7.62 とちょっとよろしくない数字ですね。ただ投球回数124、これもまあちょっと先発投手としてはちょっと物足りないかなという数字ですね。そして5勝14敗という結果でした。で、特にですね、14敗した理由っていうのがですね、得点圏にランナーを背負った状態で、まあちょっと打たれてしまったのかなというような、まああのデータ上出てましてですね、クオリティスタートとかっていう部分はまあそれなりに、まあもちろん物足りない数字ではあったんですけど、まあ投げてはいたんですけど、やっぱ得点圏でランナーを背負った時にですね、やっぱ打たれてしまっているというようなところがあって、実は失点が105点とかなり厳しい結果にはなったんですけど、実際にプレーをしてみると松永はかなりいいボールを投げてくるんで、リアルプロ野球の方にもし松永ね、今季復帰してくれたらすごく嬉しいんですけど、まあ、来年でもいつでもいいので早く戻ってきてですね、キレのあるストレートフォーク見せてもらいたいなというふうに思っています。今回はちょっと簡単にですね、松坂大輔の復帰なるかというのをお届けさせていただきました。また今後新しい企画プレー等もしていきたいと思いますので、何か企画のですね、これやってとかこのゲームやってとかっていうのがありましたら、ぜひぜひコメント欄等で、いただけたらなというふうに思います。というわけで今回はここまで。